ノビアフォン洞窟鉄道は、アブハジア共和国、または、ジョージアのグダウタ地区のノビアフォンにある、ノビアフォン洞窟で運行されている地下、電気鉄道である。東鉄道は、延長 1.3km 及び3駅の鉄道であり、1975年に開業している。東鉄道では、旧ソビエト連邦で製造された、観光旅行列車が2編成、新たに、 ラトビア共和国で製造されたエピソード563が1編成の3編成の列車が現在使用されている。2014年以降はエピソード563が唯一使用されている列車である。観光旅行列車の1編成は2005年にモスクワで近代化されており、エピソード563列車に故障が生じた場合の代役として、 ホールアプスニー駅に配置されている。もう一編成の観光旅行列車は車庫に配置されている。道路線は単線及び電化された狂気鉄道である。道路線はアブハジア鉄道の最一社駅の近くにある洞窟の入り口が起点となっている。エントランスゲート駅からアプスニーホール及びアナコペアホールの二つの洞窟の広間に到着する。 アプスニー駅は、小警部の始まりで、観光客を案内するのに役立っており、観光旅行終了後、アナコペアでは、観光客が入り口へと戻る。道路線には、エントランス駅のちょうど前の車庫、およびエントランス駅とアプスニー間の従業員専用のトンネルを含む。ありがとうございます。